ご視聴ありがとうございます。この動画は、宇宙開発シミュレーションゲーム、カーバル、スペース、プログラム、を通して、宇宙開発を楽しむ動画です。前回からの続き、出漁していたケプラー。そんな折、1599年、デンマークの貴族ブラーエに、天文観測の助手として招かれ、ケプラーはこれを受諾し、プラハへと移った。ブラーエは、なぜ、ケプラーに、仕事の依頼をしたの？貴族ブラーエは、皇帝からも信頼されていた、著名な天文学者だったんだ。当時、ヨーロッパで、最先端の天文観測装置と、天体の記録を有していた。大量かつ精密な観測記録のため、自身の作業を補佐するために、何人かの数学者と、天文学者を雇ったんだ。そのうちの一人が、ヨハネス・ケプラーだったんだ。このブラーエとの出会いが、ケプラーの人生にとって、大きな転換期となった。なぜ、ブラーエは、多額の資金を使ってまで、天文観測を記録し続けたの？当時のキリスト教の教えでは、地球が宇宙の中心に存在し、その周りを太陽や月、星たちが回っていると考えた。世界の中心は地球であり、天体の動きも、地球を中心に、回っているのだ。ブラーエは、熱心なキリスト教徒で、世界の中心は、地球である教えを、さらに、天体の観察記録から証明しようとしたんだ。天体の法則を知ることは、神の法則を知ることができると信じていたんだ。強い信仰心があったから、多額の資産を使っても、天文学を続けることができたんだね。ところが、天体の観察記録を続けると大きな疑問が出てきたんだ。太陽、火星の観測記録を何度も計算してみても、地球の周りを回るにはどうしても誤差が生じてしまい、太陽、火星が地球の周りを回ることは証明できないんだ。ブラーエやケプラーは困ってしまった。キリスト教の教えである、地球が宇宙の中心である、教えが成り立たない、膨大な過去の観察記録を、何度も検証し直しても、地球が世界の中心、であることが証明できない。そこで、ブラーエが地球が宇宙の中心ではあるが、地球の周りを太陽、月が回り、一部の惑星は太陽の周りを回る、という説を唱えました。これは、キリスト教の教え、地球が宇宙の中心、であることは、否定しないで、天体観測の記録には、矛盾を打ち消す説でした。すごい、天体の動きだね。太陽と月が地球の周りを回り、その他の惑星は太陽の周りを回る。遊園地の大観覧車みたい。しかし、ケプラーは納得がいかない。地球が宇宙の中心である、とは全く反対の考え方の、コペルニクスが提唱する、太陽の周りを地球や、その他の惑星が回る。地動説も検討してみてはどうかと考えた。次回は、ケプラーの真実探求への葛藤をご案内します。